はい、ということでですね、幸福の科学からですね、公開質問状、現在、僕に2通ですね、あと黒川さんのところにも1通来てて、まあ、内容は一緒なんだけど、向こうから来てるということで、それに、私は1通目は回答しました。で、2通目についてはその中にね、質問に入っていた、3月11日に、大川隆法が、自宅前でも、太鼓館、自宅、京総大の太鼓館の、前でデモをするときに、そのときに劉邦が、出てきて、話に来れるかどうかという質問をしています。で、その質問に、回答していないので、それ以降の、ね、質問、今2通目来てるけど、そこからは、その3月11日に劉邦が出てこれるのかどうなのかということに回答しない限りは一切回答しません。はい、ということで、こちらですね、私と黒川さんの連名で、はい、そちらにもね、公開質問状を出させていただきます。はい、こちら作りました。はい、こちらですね。はい、宗教法人幸福の科学創始者兼総裁大川隆法様。隆法宛てです。隆法宛てです。作らせていただきました。で、これですね、書面に打ち出してますんで、これ明日永井秀和さんとの、街頭演説12時から渋谷駅でやるけど、誰か来んだろ。来たやつこれ受け取って渡すから。受け取るよ、絶対。絶対受け取るよ。受け取り拒否とかすんなよ。まあ、どうせ、ファックスとかで送るから、受け取んなかったら。はい、よろしく。で、これですね、留保宛てです。留保宛てでございますので、この質問状に対する、回答は、大川留保、あなたが行ってください。あなたの名前で行ってください。幸福の科学広報局、あるいは幸福実現棟、あるいは幸福の科学の他の職員名義での回答は一切受け付けませんので、よろしくお願いします。はい。で、一応ね、これ、下の、コメント欄に貼っとこうか。コメント欄に、これ公開質問状の内容全部、ワードで、ワード、文字で貼っておきますので、それを読んでいただければと思います。で、ちょっとね、一回これ読み上げますんで、皆様ね、ちょっとコメント欄の、この文字を読みながら、聞いていただければと思います。はい。公開質問状、2023年2月11日、宗教法人幸福の科学創始者兼総裁大川隆法様、翼の党代表兼 NHK 党幹事長黒川敦彦、カルト宗教から国民を守る党代表ひろし、はい、翼の党代表兼 NHK 党幹事長の黒川敦彦、カルト宗教から国民を守る党の代表ひろしでございます。私は昨年の安倍晋三元総理大臣銃撃事件の犯人、山上徹也容疑者が入信していた宗教団体、統一教会に関連するカルト宗教問題、宗教2世問題を解決すべく日々政治活動を行っています。山上容疑者が凶行に至った原因として、統一教会における霊感商法を用いた高額献金が取り沙汰されています。幸福の科学につきましては、隆法総裁が1986年の教団創立以来37年間行われ続けてきた霊言を教義の根幹に据えており、霊言を用いて莫大な金額の献金を信者から巻き上げ続け、多数の信者家庭を崩壊させてきたことは周知の事実かと思います。また、隆法総裁は政治団体幸福実現党の総裁も務められています。私は宗教法人幸福の科学を母体としている幸福実現党が政治活動を行うことは、憲法20条に定められている政教分離原則に反していると考えています。幸福の科学は創立された1986年当初、宗教法人格は有しておらず、人生の大学院と称した学習団体でありました。その後、劉邦総裁が講演会の中で、税金がきつい、払いたくないという旨の発言をされた後、1991年になって宗教法人格を取得し、税金逃れをするために後付けで宗教法人にしただけのものでありました。株式会社が営利活動をするのは結構でございますが、宗教法人を名乗る団体が国からお墨付けを与えられた免税措置をいいことに、税金逃れをして教祖は贅沢三昧、信者家庭から高額献金を騙し取って、劉邦総裁が自分だけ甘い汁を吸っているというのは到底許し難い行為であると考えています。こういった潤沢な資金を湯水のように使っている教団の実態、教祖である劉邦総裁のお考え、真面目に働いて税金を納めている国民の皆様に広く周知することが必要と考え、この度の公開質問状を出させていただくことにしました。形式はどのような形でも構いませんので、以下の質問事項にご回答いただければ幸いです。はい、ここまで前書きですね。はい、ということでございます。追伸、3月11日土曜日午後2時より、大川隆法様のご自宅、幸福の科学教祖殿太鼓館北門前でデモを行わせていただきます。当日はぜひ隆法総裁と
及川幸久専務理事のお二人に現地にお越しいただき、YouTube のライブ配信にて直接私と意見を交換させていただければと思います。デモの冒頭にお二方にお話しいただくタイミングを設けますので、ぜひご演説ください。お二方がデモ参加者たちを納得させられる内容をお話しいただけましたら、その場でデモは終了開催いたします。はい、3月11日の、午後2時から、幸福の科学、競争殿太鼓館港区白金 4-6-2 港区白金 4-6-2 太鼓館の、北門前で、デモを行わせていただきます。太鼓館は、北門と南門2つございますが、北門の方でございますので、お間違いないように、お越しください。で、デモの、開始ですね、開始してすぐに、大川隆法総裁と、及川幸久、専務理事、お二人に、お話しいただく、という、タイミングを作ります。で、最初に、お二人がお話しいただいて、デモの参加者たちが、まあ、デモをね、解散、しろ、デモをやるなと、いうことを言っていますね。はい、まあ、それについて、なぜこれやめなければいけないのかということと、あと今から読むこの質問状ですね、この質問状の内容にもこの3月11日の、このデモの、ね、最初の時間で、ご回答ください、それで納得できる、これはいやこれはちょっとねデモやんのおかしいわ、俺たち間違ってたわということを我々に分からせてくれる、納得させてくれる内容の話をしていただけるんでしたら、その場でデモは解散します。お望み通り解散します。ですが、そこで納得できるような回答がいただけなかった場合は、デモは継続いたしますので、よろしくお願いします。はい。じゃあね、質問事項を読み上げていきます。はい。問い1。大川隆法は、幸福の科学の協議において、地球神、宇宙神、思考神、エルカンターレとされている。間違いないでしょうか。はい。これは質問そのままですね。はい。そのまま、間違いないかどうかを答えてください。問い2。幸福の科学の教義は既存の日本神道、仏教、キリスト教、イスラム教、ユダヤ教、ヒンズー教、儒教、その他すべての世界、その他すべての世界宗教の上位概念であるとされている。間違いないでしょうか。幸福の科学の教えが、すべてのいろんな、ね、宗教ございます、その宗教より、優れている教えであるかということを、幸福の科学の教義では言っていると思います。これが間違いないかをご回答ください。問い3。幸福の科学の教義では、天上界からイエス・キリストに啓示を与えたとされる存在、天に増します我らが父、大川隆法イコール大川隆法とされている。間違いないでしょうか。はい、幸福の科学の教義では、イエス・キリストに啓示を下ろしたのが、大川隆法であると、教義でされています。これは間違いないでしょうか。間違いないかどうか。イエス・オア・ノーでお答えください。問い4。幸福の科学の教義ではアッラーイコール大川隆法とされている。間違いないでしょうか。はい、これも同じですね、イスラム教の、預言者ムハンマドに、啓示を下ろしたとされているアッラー、これが大川隆法とイコールであると、アッラーイコール大川隆法であるということを教義で説いていますか、それともいませんか。イエスかノーで答えてください。問い5。幸福の科学の教義では大川隆法の長女さやかが日本神道の主催神である天照大御神の生まれ変わりであるとされている。間違いないでしょうか。はい、次期教祖2代目教祖に今内定している私の妹ですね、私の妹、大川さやかが、天照大御神、日本神道の主催神の生まれ変わり、さやかイコール天照大御神であるということが、教義で定められていますか。これもイエス・オア・ノーで答えてください。問い6。幸福の科学の教義では、かつて大川隆法の三男、雄太が日本神道の主催神である、雨の水主の神の生まれ変わりであるとされていた。現在は妖怪、お稲荷さんの狐の類に設定変更。間違いないでしょうか。私の弟、下の弟ですね、三男の雄太が雨の水主の神、三男の大川雄太イコール雨の水主の神であった。この教義に間違いないでしょうか。イエスはノーでお答えください。問い7。大川隆法の霊言が真実であると主張する具体的な根拠は何か。個人の意見や感想ではなく、客観的、科学的に実証ができる証拠を明示してご回答ください。霊言は真実だというふうにおっしゃっていますね。先日、私のデモに来た、木島克明、担当常務理事もそう言ってましたね。霊言は真実であると。では、その証拠を示してください。
意見や感想ではなく科学的な根拠を持って大川隆法の霊言が真実であるという具体的な根拠を示してください。問い8、大川隆法の前妻大川京子氏の過去世が美の女神アフロディーテや文殊菩薩といった神々からキリスト教の裏切りのユダに設定変更された理由は何か。個人の意見や感想ではなく客観的科学的に実証ができる証拠を明示してご回答ください。はい、これは、私の母ですね、私の母ファーストマザーの、大川京子、さんの過去世ですね、生まれ変わり前世ですねが、ギリシャ神話の、美の女神アフロディーテだとか、仏教でいうねその、まあ、ブッダの後継者と言われる、文殊菩薩、そういった、過去世を持っていた、格式の高い人だったにもかかわ、という設定だったのにもかかわらず、離婚して以降は、キリスト教の裏切りのユダですね、イエスキリストを、まあ、死刑に追い込んだ人間ですねの生まれ変わりだというふうに、設定を変更しました。はい。これはなぜ設定変更が行われたんですか？これを、具体的な科学的な根拠をもってして、お答えください。問9、大川隆法総裁は2009年7月に明治天皇、昭和天皇の霊言、日本国民への有国のメッセージというタイトルでお二人の天皇の守護霊を呼び出し、勝手に写真を使用した上で書籍を刊行しております。日本国の象徴であり日本国民の精神的支柱である皇族のいたこコントを行うのは国体への侮辱である不敬にあたるとはお考えにならないのでしょうか。天皇家、皇族の方の霊言多数やられていますね。はい、失礼だと思わないんですかという話です。これは感想を聞いています。失礼だと、思うか思わないか、劉邦総裁の、意見を聞かせてください。問10、大川隆法の次女有沙が現在脱会して絶縁しているというのは事実でしょうか。はい、質問の通りですね、私の妹、次女、下の妹の方の、有沙が今幸福の科学をやめているかどうかという質問です。はい、有沙の父親の隆法総裁お答えください。問11、たびたび論点に挙げている野田総理の霊言の無編集ノーカット映像を公開することは可能でしょうか。公開不可能である場合はその理由をご回答ください。はい、これですね、私の、裁判でもね、これたびたび論点になってるんですが、2009年ですね、民主党政権になった時に、野田佳彦、当時の総理大臣が、解散せ、宣言を、すると、衆議院のですね、するときに、言ったんですが、劉邦がですね、その情報を知らなかったので、野田総理の霊言を、やったときに、解散なんてしないよ、みたいなことを言ったんですけども、その収録より前に、本当は解散していて、劉邦の中にその、情報がインプットされていなかったから、ミスってしまって、で、それで若手の職員が、大門美樹さんですかね、大門美樹さんという職員が、それに気づいて耳打ちして、総裁先生、もう解散しますよ、って言って、それで、なんだこれは、野田の罠かもしれない、と言って、会場が大パニックになったという事件がありました。でこれはですね、まあ、いろんな複数名の職員さんがそういったことがあったということを、支部で、話してもらったという証拠が残っております。はい、この野田総理の霊言で、劉邦が、まあ、ミスをしたと、あの内容にミス、あのそれを知らなかったから、アップデートしてなかったから、そのそういったね放送事故が起きてしまったということが、そんな事実はないということを言っていますが、このですね野田総理の霊言、この DVD、これ録画データがあるはずなんです、あるはずなんですが、私の裁判でこの無編集ノーカットの野田総理の霊言のデータは一度も出してきていません。出してください。そのような事実がなかった、放送事故はなかったというんであれば、一切編集していないデータを出してください。もし出せない場合、なぜノーカットの動画が出せないのか、その理由を答えてください、劉邦総裁。問い12、2011年3月11の東日本大震災発生時に、大川隆法が震災は東北地方に幸福の科学の信者が少ないから起きた天罰だという旨の発言をしたのは事実でしょうか。東日本大震災の時に、幸福の科学の信者が少ないから光が降りていなくて、だから神様が怒ってそこに罰を当てたという、そういった趣旨の発言はされましたでしょうか。お答えください、劉邦総裁。問13、2015年に起きた当時18歳の幸福の科学信者による川口湖殺人事件の詳細をご教示ください。また事件についての教団としての見解をご回答ください。劉邦総裁の見解と意見を教えてください。事件があったことについてはすでに認めていると思うので、そこは、質問しません。この事件についてどう思うのか、当時18歳の少年が祖父を殺したという事件、
信者さんによる殺人事件、山上徹也容疑者のような信者さんによる殺人事件、これについて劉邦総裁、あなたはどう思われますか。ご意見を教えてください。問14、1998年に幸福の科学元幹部職員の増木文則氏が突然死したが、その原因は何かご教示ください。また増木氏の死去について、教団で公式発表をしなかった理由をご回答ください。はい、1998年にですね、幹部、職員、まあ、理事以上ですかね、の役職を持っていた増木さんという方がいらっしゃいました。オウム真理教との、バトルですね、朝まで、ね、生テレビとかにも出演されていた、教団の、まあ、顔といいますか、うん、まあ、表によく出ていた人です。この方が1998年に突然亡くなられました。亡くなられたのですが、その亡くなられたことについての、教団での公式発表は出ていないと思います。なぜ公式発表を出さなかったんですか。理由があれば答えてください。劉邦総裁。はい、問15-1、港区白金 4-6-2 にある大川隆法の自宅太鼓館の総工費はいくらか、具体的な資料を明示してご回答ください。はい、今度ね、デモに行く、太鼓館ですね、はい、それの総工費いくらですか。まあ、これね、建設会社からもらってる資料とかあると思うんで、それ出してください。問15-2、太鼓館の年間維持費はいくらか、具体的な資料を明示してご回答ください。はい、これもですね、まあ、稟議書とか見れば、そこのデータが載ってると思うんで、財務局の資料とかを出してください。問15-3、太鼓館の地下2階から地下1階にテニスコート、プール、カッコ2レーン、サウナがあるのは事実でしょうか。また、大川隆法がそれらを作って1ヶ月程度しか使わなかったというのは事実でしょうか。テニスコートが現在繁殖させすぎて30匹以上に増えたウサギの運動場になっているのは事実でしょうか。お答えください、劉邦総裁。問15-4、太鼓館1階の南側に機械式ポンプの滝が設置された日本庭園があるのは事実でしょうか。その広さは 何平米ですか。池で飼っている錦鯉の品種は何ですか。値段は1匹いくらですか。また、大川隆法がそれらを作って1ヶ月程度で、しか使わなかったというのは事実ですか。これ金額については、まあ、財務局とかからの資料を出してください。はい。問16-1、1996年から1997年に居住していた栃木県宇都宮市三幸ヶ原町にある大川隆法の地上3階建てテニスコートプール付きの自宅、宇都宮仏法館の総工費はいくらでしょうか。また年間維持費はいくらでしょうか。具体的な資料を明示してご回答ください。はい、これも財務局とかの資料を出してください。はい、これは出すだけでいいんで簡単なはずです。問16-2、1996年に東京から宇都宮に、教団の本部機能を移転する際に大川隆法が、東京に大地震が来るから逃げなければと発言したのは事実でしょうか。またたった2年で宇都宮から東京にとんぼ返りした理由は何でしょうか。宇都宮に作った施設をその後25年間以上全く使わず放置しているのは事実でしょうか。オウム事件が起きた後ですね、地下鉄サリン事件が起きた後に一度教団施設を、宇都宮に移転したと思われます。はい、その理由、東京に大地震が来るからというふうに当時言っていましたね。間違いないですか。2年間宇都宮に住んだのにすぐに東京に戻ってきましたね。これなんでですか。お答えください。問17-1、幸福の科学の理事、常務理事、専務理事の給料はそれぞれいくらか、具体的な資料を明示してご回答ください。はい、これは簡単ですね、これは給与明細等を出してください。問17-2、大川隆法の秘書部門、宗務本部に配属されている女性秘書の人数は何人か、またその中に理事、常務理事、専務理事はそれぞれ何人いるか、具体的な資料を明示してご回答ください。はい、これですね、回答する日の、その日のデータで大丈夫です。まあ、その人事異動はね、1日のうちに何回も起きたりとかするんで、3日でクビになったりとかする人もいるんで、この回答する時の、人数で大丈夫でございます。これは、人事局のデータを出してください。問17-3、宗務本部に配属されている女性秘書のうち30歳を超えている人数は何人か、具体的な資料を明示してご回答ください。はい、これも人事局のデータを出してください。これも簡単ですね。はい、問17-4、宗務本部に配属が決まった女性職員は付き合っている彼氏と別れなければならないという規則があるのは事実でしょうか。またその理由は何でしょうか。宗務本部に配属される女性秘書、
この人たちが、当時、その時付き合っている彼氏と別れなければいけないというルールがありますね。それは本当ですか？また、それはなぜ別れなければいけないんですか？答えてください。劉邦総裁。問い17-5。大川隆法の自宅、大護館の3階、4階は女性秘書しか入ることを許されず、男性秘書、子供たちが立ち入り禁止という規則があるのは事実でしょうか？またその理由は何ですか？はい。3階、4階は女性秘書しか入っちゃいけない。男性秘書も子供たちも入っちゃいけない。なんでですか？またその理由は何ですか？お答えください。問い17-6。宗務本部に配属されたことがある女性秘書が、その後結婚する際に、大川隆法にお伺いを立てて許可をもらわなければ結婚することが許されないというのは事実でしょうか？また、隆法のお許しが出なかったにもかかわらず、結婚を断行した場合、本人、結婚相手ともに理事クラスから平職員に降格されて、生涯出世できなくなるのは事実でしょうか？はい。宗務本部、隆法の秘書部門にいた女性、はい、30歳を超えてお払い箱になってしまった後は、誰か職員と、男性職員とね、結婚したいということがあると思います。そういった際にお伺い書を、人事局から立てていますよね。そしてその後の人事異動どうなってますか？誰か具体的な例を一人挙げてください。それでご回答ください。問18。2013年に開校した滋賀県大津市の幸福の科学学園関西校を建設する際に大規模な住民による反対運動が起き、3万名を超える建設反対署名が集まったのは事実でしょうか？開校から10年が経った今も多数の住民による 反対チラシ、のぼりが立ち並んでいるのは事実でしょうか？関西校ですね、幸福の科学関西校、はい、これ建てるとき住民さんに歓迎されましたか？劉邦総裁、知ってますよね？お答えください。問19。徳島県吉野川市川島町にある、大川隆法の生家近くに建設した聖地川島特別支部での周辺で住民による反対運動が起き、現在も多数の住民による反対チラシ、のぼりが立ち並んでいるのは、事実でしょうか？はい、隆法総裁の生まれた、阿波釜石川島駅ですね、徳島県の、はい、そこの近くに、聖地川島特別支部という、施設があります。その近くで、黄色いね、縦看板、航空の科学お断りという看板が多数立ち並んでいるという情報がありますが、これは確かでしょうか？劉邦総裁、あなた知ってますか？お答えください。はい、ということで一応こんな感じですかね。はい、一応こんな感じで19個の質問を用意しましたんで、ご回答ください。これは、最初にも申し上げた通り、航空の科学広報局、あるいは航空実現棟、あるいは他の、航空の科学の幹部職員、平職員でのご回答は、認めません。大川隆法総裁本人が答えてください。回答期限は3月11日でいいです。3月11日の自宅前デモの時に直接来て話してください。それまで待ちますんで。はい。ね、そっちから出してきてるように、あと、数日以内、3日4日で答えろとか、そんな理不尽なことは言いませんので、3月11日の、対抗官、自宅前デモの時にご自身の口で、話してください。YouTube でライブ配信で中継しますので、よろしくお願いします。ということで公開質問状。はい、これね、明日、永井秀和さんとの、演説やる時にこれ、書面で渡しますんで、受け取ってください。これ、はい、これ持っていくんで。で、受け取んなかったと、受け取り拒否したら、ファックスで送りますんで、はい、必ず受け取ってください。よろしくお願いします。ということで公開質問状、大川隆法総裁に、私、カルト宗教から国民を守ると代表、広志、と、翼の総代表兼 NHK 党幹事長、黒川敦彦、2人の名前で送らせていただきますのでご回答お願いします。はい、ということで明日待ってるんでよろしくお願いします。